はい、こんにちは。こんにちは。サルタヒコテレビです。はい、今日はですね、えー、先日動画でアップした、唐人だば遺跡。これをですね、もうちょっと深く読み解きたいなと思ってですね、えー、考えてたんですけども、縄文カタカムナ文化塾の塾生でありですね、このプッコさんに今日はゲストでおいていただきました。 ふっこさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ふっこです。ふっこさんはカタカムナも、あのー、一緒に学んでるんですけども。はい、ものすごい探究心で。は、マニアックで。<laughs> ね、あの、つづらぐぼほう、毎日聞いてくれて。<laughs> で、あの、俳優行にもね、精通してて。はい。やっぱ、あのー、僕、お前、ちょっと。 すごい気づいたのは引用五行の方角と岩倉というのがもう表裏一体というか密接なんでこ、はい、の引用五行的な考えというか視点を持って岩倉を分析しながら、まあ、カタカムナ的な意味もですねそこにちょっとこう見いだしていけたら面白いなと思ってですね今日はゲストでお越しいただきました。ははい、いいい、いよろしししくおお願願たまますすじゃあプッコさんちょっと 軽く自己紹介をお願いしますはいじ、えー、めましてそうですねえっと猿田彦さんとお会いしたのをお会いというかあの YouTube で半年ぐらい前に初めて、はい、あの見てからもうハマってしまって毎日見てるんですけれども半年前なんですね、まあ、そうなんですよ まあ、お話しされてることが本当になんかこう、自分自身がこれまで探求してきたこととかと通ずるものがあったので。はい、で、その猿田彦さんを通して、まあ、その前からカタカムナのことも知っていたんですけれども。うん、より、なんかこう、きっちんと学びたいなと思って、文化塾に入らせていただきました。ありがとうございます。こちらこそです、まあ。で <laughs>、ね、講師養成講座の講師をね、目指して。はい、目指してます。ものすごい。やってますよね。<laughs> 目指せアジア統案で。すごいな。<laughs> アジア統は目指してるんですね。目指しますね。<laughs> 大分で。大分、うん、で。大いで。えー、はい。カタカムナ学校を開きたいですね。よろしくお願いします。はい。こちらこそです。で、まああの陰陽五行についてはもっとその前から、はい、えっとーまあとある学校でちょっと習ったっていう感じで、はい、まあ他の人よりかは知識があるので、うん、でそれを あの交えて今回のその唐人ダバ遺跡の、はいえー、動画を見させていただいたときにちょっとなんか感じたこととかがあったので、うんはい、今回はいこういった感じで参加させていただきましたいやなんか分析にこう幅が出るというか奥行きが出るので嬉しいですありがとうございますありがとうございますそれであのー、まあ引用語句っていうのはですねはい僕もそんなに深くは知らないんですけど。 うんうん、あの引用語行のしょこの吉野弘子先生っていう本を何冊か読んで勉強したんですけどはいこの人はですね日本のそのなんていうんですかね古代文明と引用語行との関わりとかをすごい、えー、研究している方ではいそもそも引用語行ってこう中国から入ってきたと言われてるじゃないですか。そうですねはい でもね、僕よくよくこの、まあ、巨石と照らし合わせたりその概念カタカムナ的なところも含めてですねもともとこの引用語行の、まあ、根本的なところって日本にあったんじゃないのかなってすごい感じるんですけどうそうですねいや、うん、私もそう感じますすべ、ね、ての根源はやはりここな、うん、日本じゃないかなって思います よくあの、国崎文吾さん、国崎文吾先生と、あの、よく対,、まあ、対談っていうか、お話を聞かせに、あの、聞かせてもらいに行くんですけど、はい。やっぱその、引用の概念っていうのがね、うん、日本が、国崎がね、うんうん、国崎丸い形じゃないですか。はい。それで、 東、丸い形の半分から東が日が出るよう。はい。それで半分から西が日が沈む陰で。はい。日が出るようがアマテラスの左目。で、日が沈むところがく読みの右目。はい。っていう感じに国先にも当てはまってですね。う 陰陽のの概念っていうのはね、国崎みたいな丸い土地じゃないとはいあのできないっていうふうにおっしゃってたんですよ。なるほどで双子山とかっていうのもまさしく鬼と神の陰陽で生まれたりするんでう、はい、うんうん、うん、なんかすごいカタカムナとその引用五行っていうのと、まあ、国崎という特殊な土地というのにすごい因果の関係をね感じるんですけども。 はいうん、その「陰陽五行」と「岩倉っていうのがねまた今回の東神田牌石の上空写真を陰陽五行的にこう見てもらったら、はい、なんか意味がねすごい通じるものがありましたよねそうですねすごく感じました。なぜこう北側に杯場の,の穴があるのかとか。うん、そうなんですよはい だから今日はちょっとその上空写真とかねあの杯状の,あのくぼみとかそういう写真もちょっと見ながらはいであの引用語業的な見解でもちょっと分析していけたら面白いなと思いますんではいはいじゃあよろしくお願いしますお願いいたします、はい、じゃあ画像で最初上空写真からちょっと見ながらいきましょうかはい 上空写真をちょっとね出しますので見えますかはい見えますはいこれがまず上空の写真なんですけどもはいすごいまず注目するとこはどういうところからいきましょうか神楽岩 カグラ岩から行きましょうか。ですねー。この僕が立っている、ここはカグラ岩で、はい。この角がですね、ここのちょうど亀裂が入っているところが、ううん、うん不自然に、まあ、亀裂じゃなかったんですよ、完全に。はい。なんかわざとこう欠けた辺をこう置く。で、この辺の角がね、うんうん、南向いてたんで、はい。まあ明らかにこれ意図的に、ここだけこう、ちょっとこう、 なんていうんですかね、あの、独立させた岩をくっつけてるなっていうふうに僕は見えたんですね。はい。で、こういうね、あの、角の一辺だけ欠けさせて南に向かすっていうのね、他のところにもあるんですよ。うん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 。これ他のところでも見たことあるんで、はい。これはその巨石文明の時代に使ってた技術の一つ、はい。なんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、はいはい ここら辺は陰陽五行的に読み解くとどんな感じになるんですか南ここ南をを角が南を向いてるそうですねやっぱりえっ、ー、と南の方角って陰陽五行でいうと、うん、その一番陽が極まっている方角であり、うん、で、うんえー、その五行のも「木下土根水」の中でも「非、はい に当てはまるところなんですよね南の方角というのは非なのでカタカムな的には火ですねそうですねすべての根源ですねすごいですね全ての根源この間に向いてるやっ,、うん、やっぱり古代の人たちはそういうのをもう阿波納で感じ取ってその方角を重要視してたんじゃないのかなと感じますね ここにね泡脳で感じ取るのが、うん、その思いつきでここだけじゃなくて、はい、他の場所でもちょっと共通してるところがあるっていうのはただ感覚でやってたっていうのとまたちょっとわけが違う次元ですよね。そうですね、うん、前猿多彦さんがおっしゃってたみたいにやっぱりそのすごいその泡脳とつながる精度が高かったですよね。<laughs> かなり忠実にその具体的に下ろせていたっていう。はい。この神楽石っていうのは、まあ、神楽をね、美子が踊ってたからって言うんですけど、はい。それはずっと巨石文明よりも後の話で、はい。この神楽石の真正面がやっぱ南東向いてるんですよ。はい。ちょうどね、当時の朝日が入,入り込んでくるところに正面向いたら。ら、はいうん 石舞台なんで、はい、<laughs> すごい神聖な儀式をここでやってたんじゃないのかなっていうことが持、えーはい、つくんですけどそうですね、うん、まあやっぱり日の出イコール陰陽五行で言うと、うん、その輪廻転生も方角で表しているので、はい、日の出はもう生まれる誕生の場誕生の方角なんですよねなので まあ本当にエネルギーが高い方角だと思いますしでまあ生きとし生けるもの一番こう神聖なものとして見ていたのっていうのはやっぱりその誕生命が生まれるっていうことだと思うのでそれを古代人の人たちはもうその時からその場でここでエネルギーを受け命の誕生を祝い祈りみたいなことをもうここですべて感じ取って。 みんなでこう待っていたんじゃないのかなっていうふうに感じました。あの陰陽五行ってはい東西南北じゃないですかはいでもね岩倉ってね、うん、やっぱねあの北東南東南西、はい、北西っていう感じなんですよ、うん、はいだから綺麗な東西南北というよりも、うん、その当時と夏至の太陽を、うん すごい意識した作りが強いんですけど。はい。その陰陽五行の東西南北と、岩倉のその。湯治と下死の。うんうん、えー。北東南西とか、そういう。ちょっと九十度の、九十度じゃない、四十五度のズレですか。うん,うんうんうん。これはどんな解釈なんですかね。ええと、そうですね。やっぱり湯治は。一番こう陰が極まる日。なので。うん、まあ。 えーと東西南北よりかはそのおっしゃる通りで当時の、えー、日の入りと、うん、あと、えー、夏至の日の出ですね。その日は。ね陰陽五行ですか、当時の例えば日の出の南東っていうところだと、南東だと陰陽五行的にどんな感じになるんですか南東は やっぱ東西南北が基本的なのか。そう、そうですね。いや、でも、<laughs> その、当時と夏至をものすごく重要視してたことは間違いないです。その、陰極まる当時と陽極まる夏至なので。うん、じゃやっぱあれじゃないのかな,な中国に入って、うん。うんうん、45度ずらされちゃったんじゃないのかな <laughs> どういや、どうなんでしょう。いや、ちょっとも本当の、 方角とか駅とかなんかそういうのって中国では隠してたみたいなことを聞いたことがあるんですよ。なるほど、それは初耳なんですけど、でも言われたらそうなのかもしれないですね。だって本当にやっぱ岩倉見てるとやっぱり東西南北っていうよりも、うんうん、東日と険日というもので方角を作っていて、はい、目安として南と北っていうのが出てきたりするんですよね。ああ。 確かに絶対うん古,代古代の人たちも、うん、ゲスト当時の方がもう総額そのよりもだからなんかそういう引用語業とかももしかしたらちょっとこう45度ずらして体型的にわざとしたのかもしれないなっていうところもありますよね。うん、そうですね、うん、言われてみればそうかもしれないです。 だって日本にに全部こう素直に教ええてたとも思えないですよねうんそれはね前ねあの家を見てくれる方,方位でねあ風水ですね風水風水の先生と、はい、話したことがあって「うんうん、日本人の風水って嘘を教えられてるんですよ」って言ってたんですよ。うわーそれは中国はね本当の風水ってね違うんですって言ってて。へえー、衝撃。 えー、そうなんですかっていうまあそういう発想からなんだけど確かにやっぱり岩倉っていうのはその杜氏と下司を基本的なところに置いてるから、はい、この引用語行のこのズレっていうのはなんかちょっと腑に落ちないところでもあるなっっていうふううふに思ったんででですすよね。そうですね。そ、うん、も基本的なこの捉え方っていうのは多分これそのまま45度ずらせばいいと思うんだよね。はい。 だからこの東が木の誕生が本当は実はこれが南東だったりとかするのかなぁと思ってですねうんうん、うん。そうですね、そうですね。まあ南と北は変わらないとは思うんですけど。南と北は変わらないんだよね。うん。結局北極星の方角イコール北ですもんね。うん。そうなんですよ。はい。 まあでも、でもそう考えていくと、この岩倉の配置を見たときに、うん、なんか、まずこの神楽石のここが、南を向いてるっていうのと、ポイントはですね、はいはい、この南の反対の対局に、ここが、排城穴、排城穴っていって、はいはい、この、くぼみがあった岩倉あったじゃないですか。あ、これ。はい、これの頂点ですよね。はい。 ライトあこれがちょうど北向いてる排除口の、はい、トップなんですけど見えますはい見えます。はい、ますこれ真、ま、北向いてるっていうのはこれはどんな感じで読み解けるんですかはいえー、南とは逆でえっ、ー、と、はい、北の方角っていうのはその人間の えー、輪廻転生でいうと、西の方角なんですね。西、北は西を表すんですね。そうです。北は西、ね、そして、えー、再生も表します。うん、結局東の方角にまた回っていって、あの生まれ変わるということになるので、西と再生って言うのはなんか蛇をイメージしますね。ああ、そうですね。うん、そういった意味合いもあるかもしれないです。そして 引用5行の方で言うと水になるんですよね。木下水の水っ、はい、なので先ほどの「か、えー」の方角を向いていた「かぐらいは」はいはい、とは対象の方角で「水」「に」を表す方角なんです。だかからなんかこの 言ってましたよねこの排除穴の上苔が入ってたのがはい水だからなんか苔が生えてたんじゃないですかって言ってたじゃないですか入ってましたコケですかね、はい、これ苔ですよねオケかなって緑ですもんねどう見てもなんかね苔っぽかったんだけどうんたまにな、ね、こ,こういうのついてるんですよはいでもね他のところよりもここだけすごいあるでしょはい だ日が当たらないんでしょうね。まあ、北向いてるんでるからそ。そうですね。そしてまあ,らまあ水。水のエネルギーを受け取るところだからっていうのもあるのかなとは感じたんですけれども。北極って、北極星をこう、信仰しているのもあるじゃないですか。北極信仰って。 ありますね。ミトラ卿でしたっけ元は。うん。日本もね、北極侵攻とはい。あのー、太陽侵攻っていうのに二つ分かれててうん、うん、はい。それあのー、国崎文吾さんが言ってたんですけどはい。北極侵攻っていうのは、うん、トライジンがしてたんですって。なるほど。あの船を航海するときに北極を見ながら運航するから。うんうんうん、はい。 北極信仰っていうのは渡来人がしてて、はい、で太陽信仰っていうのは日本にもともとあった概念だって言ってたんですよね。はいそれはあの太陽っていうのは東から昇って西に沈むというサイクルをその国先の丸い小野頃島が国先だったって言ってるんですけど国崎文吾さんは、はい、その太陽の昇るのと沈むのを 丸の中で陰と陽に分けて。はい。まあ、それで、こう、太陽信仰っていうのが、そこで。日本にはもともとあったって言ってたんですけど。はい。ここの岩倉って、なんか、太陽信仰と、まあ、信仰と言わないけど、太陽と北極星を。両方とも。意識してますよね。そうですね。私もそう感じました。うはい、まあ。かとみを両方。ここで。 祀っていたというか祈っていたというか。なんか一つずつこう分析して見ていくと、その意味というのもつながってるし、はい、すごい造形的なものが見見出せてきますよね。そうですね。なんかすてが集約されている場なんじゃないかと感じます。ね、はい。これあのカブライでこれ南向いてて、はい。これがあの肺上結でこっちの くぼみが北向いてて、はい。この中間の真ん中にもなんか、ぼこーんって立ってるよね、これ。はい。中心みたいのが。うん。で、その下に行くと、これ、この岩すごくないですかすごいですよね。全方角を指し示している。んま、で、万字みたいになってますよね、これ。はい。これちょっとこれ、再生のこれ、マーク出ちゃってます出てますね。あ、出ちゃう これ外すと見える。はい、見えます。これ。なんかね、偶然じゃなくて、これ完全にこれ並べてますよね。そうですね、意図的に。各方向に対しての、そのエネルギーの受け取り場だったのか。なんか綺麗にさ、うん、これ。組んでるよね。万事に。組んでますね、本当に、はい。いや、これちょっと、上から見た時、ちょっとびっくりして。 すすごいですこんなにきれいに石積んでこんな並べ方するんだと思って実際に現地行くともうゴツゴツしちゃって何がなんだかわかんないんですけどはい上から見るとすごいねすごいですまあ引用語行的に言うと、はい、ど真ん中って土なんですよね木下土根水の土なんですけど、うん、まあ、はい そうですね意味合い的にはその変化あの暦で土曜ってあるじゃないですか、はい、土曜あれって結局真ん中っていう意味で、うん、各季節ごとの中間点変わり目っていう意味があるんですよ土、はい、土って。はいはい、なのでもしかしたらまあこの中央の土である部分がものすごいこうエネルギーのたまり場。 集約場で何かしていたのかもしれないですねという、うん、今ちょっとふと感じました土の場なんかちょうど中華中心にあるもんねこれはい細長いのがぴょこって立ってうんうんうんいやーすごいななんかこう引用語形的に解釈していくとこの岩倉っていうのがすごい意味がなんか わあ出てくるっていうか広がりますよねイメージというかだから陰陽奉業的な概念がはい奇跡文明の時にあったってことですよねもうそれこそ、うん、まあその理論的にはねなかったかもですけども間違いなく阿波能で感じ取っていたんでしょうね古代人が阿波能で感じ取るのを、うん、それをちょっとこうなんてつうのかな 感覚的なものじゃなくてちゃんと体型的なものにも落とし込んでたああすで<今>にすでにいオおこぎょうが出来上がっていた。うんだってうん、うん、ここだけじゃなくてね他のところでも共通する構造とかやっぱあるんだよね。なるほどこの肺上結もくぼみのこう岩とかも他のところでもあるし。 やっぱそこにね、杯っていう感情を当ててるんですよ、ちゃんと名前に。なるほど。で、それは多分空海がつけてるんですけど。はい。だから空海っていうのもこの岩倉を読んで名前つけてたりとかしたんじゃないのかなって思うんですよね。うん、うんうんうん。あり得りますね。岩倉を読む能力があったんじゃないかなって。なるほど。うん 十分ありうりますねで、なんか同居っていうのもあるじゃないですかはい同居と引用語業っていうのはどんな違いなんですか同居同居はまた全然違うんですかそうですねそ<う>おそらく引用語業と関係ないと私は思っていたんですけど関係ないんだはい繋がりもないのああそこまでは ちょっとわからないんですが。なんかでも引用語業ってさ、うん、カタカムナ的にもなんか、つながりがやっぱありますよね。ありますよね。言葉的にも。うん。だってカタカムナが多分すべての文明とか、こういう英知の。ベースだったら。はい、うんうん。やっぱそこの連動って。絶対出てきますよね。あると思います。まあ、特にその引用説の方が。 ありますすよね、べ、うん、てのものは陰と陽でどちらかで出来上がっているこの宇宙はっていう理論なので、うん、やっぱね国崎文吾さんも言ってたんですけど一番最初に陰陽っていう概念があって、はい、そこから五行っていうものがあの中国で渡って開発されたって言ってましたねはいで出戻りで入ってきたっていうからうんうんうん だから日本にあったその、まあ、カタカムナ的な概念をあっちでカスタマイズして出戻りに行ったんでしょうね。はい、なるほど。すべ、うん、ての根源はやはりカタカムナですねそうなると。じゃあこの西の金っていう成熟ってあるじゃないですか。はいこれでいうと西側っていう <laughs> 西側なんか特殊な岩なんか注目してるとこ何か見つけたのあります 西はあんまない西は、見つ特には、あ、えっと、最、何でしたっけあの、<coughs> 再生の場ってどこでしたっけ再生の場再生の場。再生の岩倉あの、うん、父と母と、この岩が、3つ岩がある。あこれはね、はい。ここの今、画面に入ってないんですけど、うんうん。本当ね、 この一番大きい岩があるじゃないですか。はい。この裏側に、ここら辺にあるんですよ。ああ<ー>、木に隠れてる。なるほど。ってなると、方角的にはもう、うん、むしろ北東北東の方ですね。ですね。ああ、そっか。ちょっとそのなんか画像を探してみましょう。ね、はい。うんかこう。一般的には、その再生の場。うん が一番なんかこうエネルギースポットだっていうふうに一般的には書かれてたんですけどね<ー>その,のそうですそうですお母さん岩と子供も岩あ,あ,<と>あのイワクの平月先生のブログだよねはいうんうんうんなのでまあでも僕と僕と 方角的には北東の方でしたね。北東ね、まあ、鬼門ですよね。<laughs> 鬼門が一番パワースポットだったんだよね。そうですね。そうですね。やっぱり。エネルギーは間違いなくある場でしょうね。もうね、あの、昨日。下だから、こう、ドローンで映らないんですけど。うん,うん、うん。ものすごかったですね。この造形的な。 何ちゅうかなこの造形がすごいんですよねとにかく渦巻き状とまではいかないですけど、うん、まあなんかこう綺麗な本当にあれですよねでデザインというかデザインで、ね、されすぎてるって感じうん、うん、本当にこんなデザインされてる岩倉ってね まあどこもされてるんでしょうけど、うん、これだけ綺麗に残ってるのがすごいす、ね、これねデザインをやっぱりね感じ取れないと全部これ自然にできたってやっぱ言われてるわけじゃないですか一般的な学者からははいこんなの人工であるはずないみたいな、うん、あれ今見見ええててまますすはい石見えてます 見えてます。鬼の包丁石岩。鬼の包丁石なんですけど、さっきの亀のやつがここら辺ですね。うんうんうん。最大岩でしたっけこれ,こ,れこれ？うん。ああうんうんうん。これ祭壇岩の左側に行くと、はいあ、あの亀みたいなこれですよね。うん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 。<laughs> これ赤いのがちょっとどかしい これがあれかあのーうん、お父さん岩とお母さん岩とそうそうそううんさい一番エネルギースポット一般的にはエネルギースポットと言われている、うん、って言われてるんですけどねはいすごいですねですなんかさこ<れ>デザインがすごいよねすごいですあこれがお母さん岩かなあそうですそうですでからはいこ,らこれ女性性ですよねこれ そうです、そうです。はい。と言われている場です、ね。右してこれ子供で。子供で、右側にその男性を表しているものがあるとる。これじゃないかなこ,こっちの手前の方かなはあはあ、はあ。ああ、そういう読み方をしたんだね。あの、岩倉学会の人たちはそういうふうに読みといたんですね。すそうですね。まあでも、カタカムナ的に言うと、やはりトト、うん、火と歩と身の。 3つのエネルギーなのかなっていうふうには。火と太とみ火と太とみ。一番最初の3つのエネルギーですね。うん、はいはい。で、この子供がが何にあたる身にあたるそうですね。そういうことですね。火が火が火<母>が母ですかね。父がふが父お父さん。<laughs> うん、で、みが そ,あそうですよね。だってあの、うん、火って電気エネルギーなのでやはり女性の方ですよね。ーで、えー、負が磁気エネルギーなので,はい、はい、でそして回転して実ができると。実これはさ形なんか異様だよね。亀なのかじゃないよね <laughs> これなんかなんかうん。あ私も思いました。 全然虫みたいです。これね注目したいのがね、うん、ここの表面にこれ赤いなんかこのうわラインあるじゃないですか,かありますね鉄分入ってんのかわかんないけどうわこの血管みたいなやつはいあのね岩見るときってやっぱねこういうの結構大事だったりするんですよなるほど。あとここのシワ こういうのも意味があったりここはちょっと波打ってたりするから何かをこれ表現しようとしてるなっていうふうに見える。うん古代文字とかでこんなのあったりすするんですかね <Yeah. S 1> 古代文字っていうか象形文字的な,なんか漢字は出してるかもしれないね象形文字ってこう芝みたいのでできてることなんですか 刻まれてるだけじゃなくて、シワみたいなので、ね、象形的なのも表してる時あるんで、はい。一瞬ねただのシワにしか見えないんだけど、実はなんか意味があったりするかも。これだって割れてるもんね。怖い。割れてますね。明らかに。はい。四みたいになってますよね。なってますよね。いやー、不思議。いや、すごいです。こういうの見るとさ、もう。 やっぱコンクリートみたいに流動的なのをこう造形して、はい、この巨石の唐人打だ培石の石も作ったって考えられますよねもうそうとしか考えられないです逆になんか岩割って持ってくるとかじゃなくてさはいすごいその造形だよねですねあ<の>、うん なんだっけ、あのー、えー、っとさっきの肺状石あったじゃないですか肺状結はいくぼみあこれこれ見えます今はい見えますこれのね肺状のこのくぼみの岩倉の、うん、ここに注目僕はしたんですけどはい明らかにこれおかしくないですかこの詩は。 ねえ作ったたたとしししか思えませんねなんか溶接したみたいでしょこ,こ,、はい、これがね僕ねかなりこう人工的にこれつ,つ,つけわざとつけてんじゃないのかなと思ったところではい実際にねここに登ろうとした時に、うん、こっちから登った方が楽なんですけどこっちからこう伝って登った方が楽なんだけど ここからも登れんだと思ったんですよ。手をかけて。はい。でね、他のところの岩倉も、やっぱね、端の方にこういう手をかけて、わざとね、登る亀裂、亀裂じゃなくてこういうシワをね、わざとでって登り口にしてあるところが、はい、他のところでもあるんですよ。はい。それをね、僕は、 なんかな、あのー、古代コンクリートの決定的な、なんか糸はい。糸、糸なんだろうな、糸を感じるんですよね、こういうところで。うーん。あ、これ、これ。うーん。動いてアップしていくと、あ、ここら辺ね。はい。 回り込んでいくと。なんか亀裂じゃなくてね、ほら。はい。溶接したみたいだよね。すごいです。これは絶対に作ってますよね。なんか紙ネードみたいな、うん。うん、ね、固まる素材だったんだろうなって思いますよね。はい。あの、六甲姫神社行ったことあります ないです。兵庫の方の六甲だ<な>六甲,六甲あないないですね六甲のね六甲姫神社もあの宝堂仙人が修行したっていう山なんですけどはい、はい、やっぱね石がこういうふうにね古代コンクリートでこう造形されてたようなこういうしわがね、はい、あるんですよへー。普通さ岩って柱状摂理って言われてひびとかじゃないですかはい でも明らかに日々じゃない、なんかぐにゃーってこう曲がって固まったようなね、跡が。はい。うんうんうん。あるんですけどね。はい。うんうんはい、なんか異様ですよね、そうやって見ると。そうですね。すごいですね、本当に。曲線美。こんなさ、 岩をこうまじまじあんま見る人いないですよね。ぷっこさんは岩なんか見たりするんですか。いやー、今まではもうサルタヒコさんにお会いするまでは。でも、大きい岩に対して、何かこう。うん、何かを感じたりとか、なんて言うんでしょう。あの。その前から、その岩一つ取っても。 うん、チャクラは存在するっていうことを聞いてたのでチ、うん、ャクラチャクラ。石、ね、にも岩にもあるんですよチャクラが、うん。それを知った、まあ、それもその引用語行を学んだところで教えてもらったことなんですけどでその時に衝撃を受けたのがあ岩も生きてるんだっていうことを知ったんですよね、うんうん、その時にいや。天野先生のカタカナの授業でもやっぱ万物はね、はい 物であるというのと生命体であるというのとさはい岩倉にもやっぱ電気ねす全てはその電気があるって言ってたじゃないですかはい、はい、まさしくそれですよねそうですね本当にそう思います生きてますよねこの岩なんかカタカムナの授業を受けてるとこういうね岩と人とのつながりっていうのもなんとなくなんかちょっと分かってくるっていうかそうですね やっぱ繋がるようにできてんだって思いますよね。思います。うん、岩には石がある。というか、残っている残ってますよ、ね。残ってます。はい。まあ、水とか、あの、作ろうとした石が残ってんだよね。はい、うん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 。それも。そうですね、うん。いやだって顔作ってやるところとかもあるし。はい。 当人だが顔はなかったんですけど。はい。下にもうなんか、住居スペースみたいなところもあるし、うん、うん、ここの前道になってるんですよ。はいあ。動画では映ってなかったかな。映ってたっけな。あ、上の方は映ってしてなかったな。いやー、どうですかなんかあとあります そうですね。あでもここのさ、<あ>ここをちょっとピックアップしましょうか、この万事に見えるやつ。あはい。これのね、アップがさっきあったんですけど。あの、あこれこれ、これアップで。うん、ほら。すごい。綺麗に ななりすぎですよね、これ。本当ですね。すごいです。これさ、<ー>自然にこうなったって考えられないよね。意図的ですよね、どう見ても。でこの亀石も、これ亀石だけど、これ真南ですからね。さっきの桜石と同じ真南向いてるんで。はい。南、北、 東、西になっちゃってるしね。そうですね。非常にちょっとずれてそうだけど。ああ、東っていうか北東っぽいな、これ。北東か。北東向いてません、東より。これね、後ろから見た。これ亀石さっきの。はい。亀石。これは亀石。ああ、でも、南。南南 これが南に向いてて。うんうんうん。これ北東っぽいね。そっちはもっと上。あ、そうですね。北東。東をちょっとずらして北東になってんのかな。これ南なんですね。うん、こっちが。はい。これも南で。南で。 南だったら東ここになるはずですかここら辺。うん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 でこれ北と東の間からやっぱ北東だよね。北東ですね。北東こっちの方向いてるからやっぱ神楽石の方朝日。うん、ちょうどね東寺に近い最近ちょっとだいぶ東寺に近づいてきてるんで昨日、はい、から朝日こう来てたんですけどはいそっち向いてますねこれね。 そうですねえーすねねえごい、ね、東西南北で東だけずらして東だけ北東にしてるってうううんうん、うんなんか意味深だなこれすごいですねやっぱり4辺のバランスを1辺だけ崩すっていうのでなんか躍動感がありますよね美しいですもう見ていってただただうんうん デザインがすごいね、これ。すごいですね、まあ。カタカムナの時代のね、うん、人たちも、その美しさを重視,重視してたというか、っていうふうに、天野先生もおっしゃってたので。うん、いや、なんかそのか全てがご合理的ですよね、うん、配置も。うん、機能もそ、ね。そうですね、うん。でもなんだけど、現代人は、 たただだのがれきの場所って思っっってて思ちゃんだよねこれもいいない石の塊のがれきの場所って感覚っていうのは、うん、やっぱ泡のが退化してさぬきのうでしか見ないからもう岩をものとしか考えていないですからねただの岩がゴロゴロあるだけだから、うん、はいそして雨とか風によってこれが出来上がったとしか思ってないですからね すごいだからやっぱ古代のその意識が読めなくなってますよねかなりはい本当にそりゃやっぱ古代文明わかんないですよねうんなんかね科学的にこう配置とか検証してても俺この、はい、引用語行とかに当てはめてみないと多分岩倉も読み解けないんじゃないかなと思,思いますねうん そうですね、うん、やはり関係は絶対にあると思いますねえその生とか死とか誕生ど下と昏睡ともすごい当てはまってくるからそうですねそして、うん、そうですねでやっぱり、あのー、今まで多分その太陽側陽の方を、はいあのー、中心的になんかこう岩倉も見入られてきたと思うんですけどもやはりそのカタカムナ的に言うと うん、正反両方あって、うん、正反十合、うん、陰陽、統合っていうのもあるのでおそらくもう片方の,その陰の意味合いも必ず各の各岩倉には存在してるんじゃないかと思います。うん、気づいてな,、ね、ないだけで。昼間にみんな見るから、はい、太陽をすごい意識してるって見えるんだけど。はい 実は夜にはね、月明かりが照らされるんで、うん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 、月との連動を調べた人ってあんまりいないですよね。そうですね。それもまた見ていくと面白いですよね。おそらく。うん、あと北極星の位置との関係性だったりとか、うん、その辺からもまた読み解けるんじゃないかと思いますい。だから他の何ともない岩が実は月と連動してたりっていうのも考えられますよね。<laughs> あ、あり得ますね。 わそれをまた読み解けたら面白そうですね月っていうのはサイクルはかなりまた短いですからねはいえでも太陽と月とさその地球の連動をこの岩倉でデザインしてたってすごい高度じゃないですかすごいですね一見これただの本当に岩の重なりにしか見えないけどうん実際この 上空から見てこの配置を分析していくと、はい、かなり緻密に方角とか決まってて、えー、なんかデザインされてるなっていうのが分かってきますね。すっごいです。あとこの祭壇岩の,あの直角に切れてるのとかもすごい気になりますよね。これねあそこですそこです。これはこれちょっと加工されすぎ<う>ですよ。ね。<laughs> すす。ごいいなって思いますなん、ね、何のためにもしかしたら現、まあ、近代の人が割ったのかなと思ったんだけど、うん、いやーねえ割れはあれるのかななんかね直角すぎますよねこれ直角すぎます絶対何か意味があるいや、これでも 本当にでも縄文人っていうかこの巨石文明の時に、うん、あこうしたのじゃないのかもしれないですよ。ああそっかそうですね。かすごい年月経ってるからう、ね、誰かが何かね作ろうとか何かしようとしてあれガーンってこう削り落としたかもしれないし。ああそうか。でももしここ割ったとしたら亀裂が伸びたりするはずかもしれないですよね。 そうですよねこんな綺麗な直角になるかっていう。でもねこっちのねこれはね明らかに、ね、亀裂じゃなくて、うんうん、これ南を表現するためにここの角をこういうふうにだけちょっとこう何つ、はい、うのかな割れてるように見せてくっつけてるでしょ。 落ちんじゃないですかそうですよね。でもね、落ちないように接着されてるんですよ、ここ。うん。だから、意図的っていうのは、もう見ててね、わかったんですよね。はい。うん。そこから先のエリアは、こう、巫女しか乗れない。そうもんね。神聖なエリア。ここの角に立てる人の一人分だもんね。 ねえああそういった境目も考えられますね。かな。だってこれ真南だからはい。あこれさっきあの北東だったじゃないですか。はい。この北東南西と連動してるかもねこれ。ああ面白いですね。かもしれないです。方角的にね近いですよね。うん近いです。 北東の。だから、鬼門裏鬼門のラインで、はい。南にこう角を向けてるのかもしれない、ね。二人がそこに立つことによって、何かを得たりとか、まあ逆に祈ったりとか、出たのかもしれないですね。陰陽五行で、鬼門裏鬼門とかは出てきます陰陽五行では出てこないです。風水ですね、それは。 ああ、風水になってくるんだ。そうです。風水と陰陽五行っていうのは、でも、リンクしてますよね。あ、そうですね。まあ結局、その陰陽五行説から出来上がっているのが風水なので。だから、日本のその古事記とかも、陰陽五行とか風水を使って読み解かないと、はい、<の>うんうんうん。 読み解けない構造になってるって言ってますけどね。ああ、国崎先生が。そうそう。なるほど。だって、桃太郎とかもみんな風水とかね、<と>使ってる。ああ、そうですね、そうです、そうです。あでも、飲料工業でも解説してますよね、<の>桃太郎とか。そうですね。あのー、あれですよね、実感十二支の。うん。えとで関係してますよね、あれは。だから、あのー、 桃太郎の話の構図っていうのが、はい、その方角とか、その干支とか、陰陽語行とかがこう入,り入ってるのをストーリーにしてるんじゃないですか。はい。あの作り方のアルゴリズムで、古事記も作ってるって十分、腑に落ちますよねありうりますね、うんう。古事記はもう、なんかこう、含まれている要素が多すぎて、本当にすごい、うん。 すごいと思います。言霊で。うん。うん、古事記をあれじゃないの、解読するために桃太郎とか。うん。金太郎とか、なんかそういうおとぎ話を作ったのかもしれないですよね、わざと。そうですね。こういうふうに解読するんだよという優しいバージョン。うんうんうん。ありうりますね。浦島太郎とかね。<laughs> なんか神話っていうのが意図的に作られたかもしれないですよね。はい。 あると思いますやはりその隠されているものがいろいろと、まあ、神社もそうですし、はい、古事記もそうですしカタカムナもそうですし本当に大切なものは隠されてますからねそうだよねはい隠されてますよねはいいやーだから嘘をつくんですねはい 隠す時ってやっぱ嘘をつきますよね微妙にはいうーんいやーなんかねこのイワクラの見方が今日はプッコさんのおかげでちょっとこうなんかまた広がった見方ができましたありがとうございますありがとうございますどうでしたそうですね あんまりこの岩倉とさ、この陰陽五行とかカタカムナを合わせて見るってことはあんまりしないじゃないですか。ないですね。<laughs> ないですね。か岩倉にこの陰陽五行的に見てみて。いや、一番こう、自分の中での発見は、やはりその太陽、火、火だけじゃなくて、その真逆の身、水、陰の方も、うん、えー、その、 んかこう祀られていたというか祈られていたというか、うん、その正藩両方ともが岩倉に隠されていたっていうことを自分なりに感じた時に、あのー、まあ驚きと感動を感じましたねその性のエネルギーだけじゃなくて、うん、死のエネルギー死と再生についてもおそらくその古代人の人たちはあのー、重要視していて祈っていた。 っってていいたじゃないかなか死,、ね、死と再生がちゃんと循環してるっていうふうに捉えてるから、はい、両方ししてまたよねあそうですそうですはいそれをすごく感じましたね「命のその巡りに対しての、はい、い<や>古代人の思いを。当人玉摩遺跡でね、うん、そこまでこう感じ取れるってすごいなと思って。 ここが本当にこれだけ美しく残っているから、より分かったのかもしれないですね。いや、そこまでね、あのー、うん、この東尋田橋遺跡を見てね、そこまでこう感じて、分かった人っていないと思いますよ、今だかつて。なるほど。ちっとね、角度的な太陽との関連とか、儀式的なことでしか考えてないから。うんうん、はい。陰陽五行に当てはめたり、片カ,カメラに当てはめて考える人ってあんまりいないんですよ。 うんうんうん、なるほど。なんかね独特な新たな発見っていうのがいろいろできましたんでね。良かったです。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。また何かの遺跡行った時にはぜひ、はい、分析してください。ぜひともまた新しい何かこう読み解きを皆さんにお届けできたらと思います。はい、ということで今日は東仁ダバイ遺ですね。プッコさんゲストをプッコさんを えー、お迎えして解説してもらいました。はい。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。失礼いたします。はい。